ゆういちと言います。よろしくお願いします。イエイ。アコパラの皆さんは結構弾き語りの方は多いと思われますけど、僕はソロギターでやりたいと思うんで、歌を歌わずギターだけで弾かさせていただきたいと思います。で、ギターのチューニングの方もソロギター独特でこうレギュラーチューニングじゃないんで、そこら辺も面白いところですし、まあ、あとはテクニカルな曲を今日聞こうと思ってますんで、そこら辺にもちょっと注目して聞いてもらえればなと思います。あまりギター弾いてから間もないんで、ちょっと、弾きにくいところとか間違えるかもしれないですけど、ちょっと温かい目でお願いします。大丈夫だよ。ソロギターだと結構全フレットを弾くような形で、曲になってますんで、そこら辺も弾いてて面白いですし、
今、うん、結構あのアジアの方でソロギターとかも流行ってまして、うん、日本でももう少し流行ればなと思って、周りに友達もソロギターする人はいないので、またこれで増えていって知り合いとかできていけばいいなと思って今日は出場させてもらいました。2曲目もこのダドガドチューニングといって、6弦と5弦と1弦、あ、6弦と2弦と1弦ですね。ここが落としてあるコードなんですけど、これでちょっと弾かせていただきたいと思います。1曲目はビッグブルーオーシャンという、押尾コタロさんの曲ですけど、今度のは、井草誠司さんという、若いアーティストの曲で花火という曲です。Thank you.